こんにちは、大阪サンスポの永田です。田辺です。今日はですね、今週日曜日に阪神競馬場で行われます、朝日杯フューチュリティステークスの、追い切り診断を行いたいと思います。まず僕からはですね、ファンタジストを挙げたいと思います。本当に3戦3勝と、無敗で本当にここの充実ぶりが、際立っていますし、今日もですね、ハンド合わせ馬だったんですけども、前に行く馬を、追いかける形でスタートしまして、すごく力強く、伸びていくね、その姿がすごく印象的でした。4波論52秒8、ラスト1波論12秒1と、しっかり、時計も出てますし、先週もね、タイムね、自己ベストを更新するタイムも出してますし、本当に充実ぶりが際立っているなと思います。オメガ調教師も、話してましたけども、小倉2歳ステークスは、早い流れの中を、しっかり押し切る、強い内容でしたし、前走も遅いね、すごい遅いペースの中をしっかり折り合って、33秒、2と、瞬発力も、しっかり披露しての、本当センスのある走りがね、すごく印象的な馬なんで、そういう意味では一波の距離また延長になるんですけども、折り合いをね、書くこともないと思いますし、距離延長は十分対応できるんじゃないかなというふうに思います。あともう一頭挙げるならですね、アスターペガサスです。こちらはサンスポ調教評価でも、S を獲得したんですけども、シーウッドコースで福永騎手を背に、今日追い切られたんですけども、ラスト1波の11秒9と、序盤ちょっと行きたがる面はいたんですけども、懸命にこうね、福永騎手がなだめながら直線しっかり追われると、すごい切れ味でね、ラスト1波の11秒9と、いい切れ味を見せてくれました。ちょっと頭の高い、フォームだったんですけども、それでもしっかり負荷はかけられていますし、福永騎手も、いい動きでしたと、感触もね、上積みもしっかりあるということも言ってましたんで、当然ね、叩く2戦目で、ここをね、G1 に向けての、仕上がりは、十分だというふうに思います。渡辺記者お願いします。はい、私は反応から、挙げたいと思いますけれども、今目下ね、3連勝中のアドマイヤーマークです。今日両馬のジュンスパーヒカルと合わせまして、ハンドル4波論52秒9、12秒と最後にゴール前でも3馬身このね、突き放すすごいいい内容だったというふうに思いました。この馬ね、本当前走でも勝負根性を見せましたし、今日の場合はね、先週ちょっと軽かったみたいなので、今週はある程度負荷をかけて、それにしっかり応えたというところで、本当に無傷で G1 制覇という体制は十分整ったかなと思います。もう一頭面白そうなところでは、クリノガウディがね、前回トースポハリは7着に敗れたんですけども、今日もハンドでね、こちらの方は51秒6とラスト1波も12秒2と、ジョッキーが乗って追い切ったんですけども、こっちもね、動きだけを見たらね、ダーン取れないなっていうところで、ちょっと穴っぽいところではこういう元気な馬を狙ってみてもというふうに思いました。以上です。